時刻は8時を回りました。FM 小座をお聞きの皆さん、おはようございます。5月25日、木曜日。えー、マヨアシス、これから2時間生放送をお送りします。沖縄市中央パーカーベニー入り口、国道33丸沿いにあります、FM 小座のスタジオから、木曜日担当、私、ミミリと、山内が、お送りします。はい、よい。はい、よい。今日も元気,元,気元気に行きましょう。元気ですかあ、もう元気ですよ。山内さん、こう、ちょっとライム色の、 シャツをそうワイシャツをビシッと着てますけど、そうなんですよ。あんまり。<laughs> 何？似合わないですね <laughs> <laughs> <ー>。爽やかな夏のグリーンですが、似合わなくもないだろう。はっきり言えないですけどね。いや言っていいし似合な。っていう。<laughs> 言っていいし。髪がこんなだからじゃない？<laughs> ちゅるちゅるだからだからじゃなくてほらボサボサ今何もしてないチすしちゅるちゅるだからいや覚えとけよさあ今日もですね2時間10時までで生放送やってますけれどもゆいさんは最近どんなことをしましたか私ですね昨日ちょっと沖縄市役所の方で行っていたキングスのこのリーグ終了ご挨拶みたいなのをですね取材に行ってまいりましてうん で、もともとですね、あの、キャプテンの岸本選手は、はい、大学時代の後輩でありまして。ええー、また、うざがらみしたんですかうざがらみしてきたんですよ。<laughs> リーチーって言って。あ本当にうざがらみだな、ね。リーチーって言ってやったら、<laughs> えって言って、うん、神髪髪って言われました。<laughs> そうだね。あのー、この人の金髪。はい。あ、昨日さ、うん。モーリーの、 あれだったかなあインスタで。あ、インスタ、うん。フェイスブックにも上がってましたね。大家と、あなたがいた、あれを受けました。FM 小座の金髪二人。金髪二人。金髪に慣れてきたって書いて。そうそうそう。あれだから、心の中で、耳ビ見て、うーわって思ってたんだよ。そうだよね、きっとね。うーわ、こいつって思ってたんだろうね。金髪、うーわ、もう道だと絶対あれしないよね、みたいな。声かけない声かけないね。 声かけないですかねいや、耳みだから声かけるよ。で、み<ー>が知らん人で歩いていたら、お、なんていうの <laughs> この辺ほらご近所さんに僕ら挨拶もするじゃないですか「こんにちは」とかってはいはいしますねでもあなたにはしないと思って私だから本当にご近所さんにちょっと沖縄のものをインターネット販売してる会社が近所にありましてそこのオーナーさんと結構仲良くというか挨拶は毎朝顔を合わすのでするんですけど金髪にしてからの初めて久しぶりに会った時に久しぶりに って顔を見ましたあのの人みたいな「何があったどうした?」って言われてオーナーに「いやいやいやちょっと気分転換に」って話したら「気分転換に揃いのはないだろ」みたいな確かになと思ってそうですもう人生をいろいろ経験しましたって言えばいいんだよそうですねそれいいですねそうそうそうはい行き着いた先が金髪でした今ね なんか、やりたいことやろうと思って、みたいな話をして。ああ,ーあー、みたいな。やりたいことやる。で、金髪だ。<laughs> <laughs> 人生短いなと。そうですね。はい。あの、本当に、なんですか、バケットリストバケットリストじゃないや。なんて言うんだっけ、ああいうの。この死ぬまでにしたい。10のこと。十のことじゃないですけど、10以外、十以上に私はたくさんあって。これ、今度テーマしようよ。はい。だから、あのー、暇つぶしに。うん。 全部書きなさいって言われたんですよ。あ、いい心理学の先生に。生きる希望みたいなやつなんですけど。そうだよな。耳で意外とネガティブなんネガティブなんで。あの、普段ネクラなんで、普段喋るんですけど。普段ネクラなんですよ。お家ではネクラなんですよこの人。ネクラで通ってる。あの、なるべく喋らんという。そう。家でも。家では。家ではね。家では。家では、家では。こんな人前で話すの好きなくせに、家では、 あの寝てたい <laughs> あとドラマ映画漫画アニメを見て過ごしたいって人なのでわかるなでもクーラーかけてねクーラーかけて気持ちいいところであの自分の届く範囲にすべて置いて俺さわかりますわかるわかるこれさ、はい、子供できたらもうできんわけよ本当に？あにじゃあ私死ぬかも。<laughs> 大丈夫ま、た子供は別物で可愛いからね, <laughs> あ別ねただそういう時間も欲しいんですよ欲しいですね、うん、だから平日にね一日ちょっと休みたいなと思ったうん、うんあのー、友達の家に、うん、家の地下室があってそこにホームシアターじゃないですけど<あ>大きいテレビとソファーと冷蔵庫と、うん、あと DJ ブースを置いてる友達の家があって。 そこが、そこが結構溜まり場だったんですよ、みんな。<laughs> それで、いいね、この空間、みたいな。乱行じゃないですか。で、まあ、その子やっぱ DJ もできるから、うん、いいレコードかけて、チケチケやるんですよ。<laughs> 乱行じゃないですか。かっこいいなと思いながら。まさに。そんな高校時代を過ごしましたね。乱行な高校から、ね。女子だわ全員女子。はいはいはい。はい。っちゃうね。その辺の近所ですよ、歩いて行ける。 え、じゃあそうしないとね。なんて <laughs> <laughs> えー、来てますよ、ルドルフさん。はい、ありがとうございます。ゴーゴーライカムの時は素の表情が。はい、はい、垣間見えますよね。また面白くない封じしてやったら。違う違う違う。あう違う。違うよ。シネマライカムさんの情報を提供するときに、うん、映画の予告を流すんですね。流してますね。それをね、見入ってしまうんですよ。ポーって。あれ3分とかあるのもあるんですよ、たまに。 2分半とか3分とか1分半とかその時のガスに戻ってしまうっていうああなるほどねただ口は開いてないと思ういや開いてる絶対開いてるよだれも出てるはずよしかもですね今日ちょっとねメールが来てますねさっきのちょっと見てださいツイキャスの方も FM コーやってるんですけれども秋田ののんこさん「はいい初見!」ということで久しぶりの初めましての方ですかね ああ秋田から聞いてくれてるのかな。ぜひあの定着してください。定着してください。あのぜひあのなんだブックマークお気に入りチャンネルなんていうの。あれね。秋田の人いないからね。秋田の人いないですね。百子さんが秋田じゃなかった。青森。青森じゃない？秋田だよね。青森青森。だってあの林さんと同居っていう話で盛り上がった日があったから。 えっとですねメールが来ていてあなたちょっとメール見てもらっていいですか写真もいや写真も一緒に来てるんですけどリスさんから今日の山ちゃんの服はこんな感じですかって来てるんですけど急ぎん着気持ち悪いわけこれ急ぎん着かねこれこんなじゃねえよこれの端っこの部分ぐらいかなちげえだろぐらいのこれ気持ち悪いだろイムグリーン色でしょ色違うのいや色だけどさなんか俺の 今日の髪型にも見えたり見えたりするね <laughs> うん、うん、こんな感じよ毛先は <laughs>、ね、そこまで緑してないだろうしてますよ <laughs> 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 さあ今日のテーマを発表しましょうかはい、はい、フリーでございますはい 今日は特にテーマを決めずそうです初のフリーですねあのーうん、今日はですね別に何て言うのかなの今日のフリーというのは、はい、手抜きでもありませんまあ私たちのしゃべりがいかに皆さんに参加してもらえるかっていうそう腕試し、ね、そうですですかねあのー、皆さんと一緒に絡みながら <laughs> その何て言うんですかね話いろいろできたらなと、はい、そこで ちゃんとした話が僕らできるのかなっていう腕試しでもあります。本当ですね。ただダラダラとやる,のかゃるんではなく。はい、もうでもダラダラしてるよ。あなたはね。すでに、うん。朝っぱらから閉国人だからね。<laughs> <laughs> 結構長めの。朝は閉国でしょ、誰でも。朝は閉国会うわ。あのー、ツイキャスの参加の皆さん、<laughs> コンティニューコイン ありがととううございいますチチチャャャリリリンンンこ、ね、あのですねなので皆さん本当にいろんな絡みしてください、うん、今どんな状況でこれをツイキャスに参加してるのかとか車の中で聞いてるのかとか車運転してるけどコンビニに寄ってちょっとトイレ行っての FM コーみたいなね、うん。あとはあのあれですよ最近どんなことがあったとかそういった話をしていただけると、うん 助かります <laughs>。<laughs> えー、南條さんから来てます。おはよう。おはよう。朝からおならはやめてーって言ってますよ。私、南條さん初めまして。僕も。<laughs> <laughs> 僕も <laughs> 朝からおならはしてないです。でも皆さんちゃんと考えてください。<laughs> はい、朝一でおならは出ますよ。誰でも出るか出ない。出ないだって。ほら腸が活発になってくるわけですよ。朝起きてからね。 うそしたらその前の眠ってる時のガスは出ますよそれが健康体の証拠ですそれ朝一じゃないじゃないですかスタジオの中ってスタジオではやってないですかこの人今嘘つきましたよ <laughs> <laughs> 皆さん最近嘘つきまくってるんじゃないですか山内さん ははははいや<ー>さあ、ということで、この番組では、リスナー様からのメッセージやリクエストもお待ちしております。<laughs> はい、お願いします。メールアドレスは 761-fmcoza.jp。みんなの声が聞こえないよ。7 6 1 どういうことま <laughs> f m q u j p です。はい、またメッセージやリクエストは、f m q u のホームページから直接送ることもできます。ちょっとメールアドレス知られるの嫌よって方はですね、ホームページから入ってみるといいでしょう。あ、いいですね。はい。うん、そして f m q u では皆さん参加しております、ツイキャス、そしてユーストリームでインターネット配信もしております。なるほど。そちら,からもお楽しみください。気軽にコメントも残してくださいね。よいしょ。あなたのコメント。 読まれるかもー今日も8時間の2時。2> <laughs> あ時から。8時までの2時間。<laughs> あ、そうだ、いたね。2時間生放送、元気に楽しくお送りしていきます。皆様最後まで。うわー <laughs> さあオープニングナンバーいきましょう今日はですねなんと何特集ですかさん椎名林檎ちゃん椎名林檎ちゃん特集これは僕と耳が好きあと宇多田ヒカルちゃんもねそうそうそうはいあ歌宇多田もどんどん流していきましょうただ流していきましょう宇多田林檎特集でございます女性日本アーティスト二大アーティスト二大歌姫違うなまだいるよ二大歌姫特集でいきます椎名林檎でカリスマアトメリカム お送りしたのは C ナリンゴでカリッソメ乙女でした。 時刻は8時16分を回りました。よいしょい。この時間は、マイアシスをお送りしておりますよ。知ってるよ沖縄市中央バーカビニ入り口、国道330沿いにあります。FM コさのスタジオから私、ミミリと、山内が、お送りしております。はい。この時間は、沖縄地方のお天気、道路交通情報をお伝えします。はい。まずはお天気から、うん。えー、今日の本島中南部のお天気は、北西の風、強く、後、北の風、はい。曇り、お、 今日ちょっとひんやりしてますからね。ちょっとね。ちょっとね。でも湿気が強いけどね。本当よね。えー、日中の最高気温はそれでも27度。暑いよね。暑い。降水確率は終日20%になるでしょう。波の高さは3メートル、後2メートルです。今日はですね。です、ノエ <のえ S 2>。<laughs> <laughs> えー、梅雨前線の影響で曇っており、ところどころで雨が降っています。ということです。 あのー、折りたたみ傘は忘れずお持ちくださいそうですね以上お天気情報でした続いて道路交通情報をお伝えします沖縄自動車道高速道路は今の時間雨だと混雑渋滞ありません、はい、前線スムーズに流れておりますはい一般道ですが一般道ではあちこちで 渋滞起きていますねまずは国道329号線、戸口交差点、これはですね東向け、西向けともに長い渋滞が続いております。 えー、沖縄市周辺で言いますと国道3 3十号線ライカムからズケランにかけて一部区間で渋滞そして、シン田からズケランにかけて混雑と渋滞が続いておりますイシンダズケラン間ですね混雑渋滞となっておりますまた国道58号線では那覇向け牧港ぐすくま間が渋滞しております以上ですね 以上道路交通情報をお伝えしましたはい続いてツイキャスの方から全国の天気紹介したいと思います<お>まずはルドルフさんルルルフさん <laughs> はいさいはいおはようですはい、今日は飛んでないミミリ女王様どういうことかな山内さんはい大阪は雨ですよ今は19度で最高気温は24度みたいです、うん、続いて大塚健二さんけちゃん 東京の足立区からツイキャスで見てますこちらのお天気、はい、今雨が上がりました曇り、うんえー、最高気温25度最低気温19度の予報です続いてお隣横浜 NJ さん今朝の横浜は曇り時々雨予想最高気温は25度ですねです予想最高気温25度、うん、沖縄とあんまり変わらない、ね、変わらないですね変わらない他来てますかね 緊張の天気はどうでしょうかアンスカ変わらんっていうねうんでしょうねはい以上ですあ以上なんだ最近もあれかねみんな飽きてきたかね飽きてきたかねやめるかうんそうこのあれよ飽き県はどうでしょうかねあ秋田の方も飽きてきたかねあ秋田だけに言っていたい言ってない俺じゃじゃ本当に本当に 嫌 <laughs> だこんなの？<laughs> 以上、ツイキャスの方から全国のお天気紹介いたしました。はい、さあ、今日はですね、えー、皆さんフリーでお待ちしております、はいえー、本当にね。皆さんの身近に起こったこと、うん、そして何でもいいです。こういう話、はい、質問等々でもいいですので、送ってきてください。うんはい それではよろしくお願いします。メールアドレスいってください。はい、メールアドレスは761 at mark fmkz .jp 761 at mark fmkz .jp です。 さあお送りしたのは宇多田ヒカルさんでございます ThisisLove これはねあのー、カップヌードルの CM うんあきらのあの、はい、なんだっけ名前え漫画家わかんないあきらの人うん知ってるあのー、漫画アニメうん結構世界中で知られてるじゃないですかかっこいいよね見たんですよ改めて何をあきらあきらうん えって思いました <laughs> いやーよ雑じゃんだって昭<明>うんうん。ね、線がカックカックしてないカックカックっていうか目とかもさ寄り目でさつぶらだしさああそうだねなんか気合入ってる時と入ってない時があるんじゃないかああなるほど じゃあちょっとあれ行ってメール読んで話してそれから新聞行こうか局行って先に新聞やっちゃっていいんじゃないですかえオッケー。新聞を終わらしたいわけねはい、はい、じゃあ俺したい話もあるわけよあみっちゃさんんかこっち来るで見るの久しぶりあそうなのうん いやいや、3。マイク入ってるし。別に大丈夫だろ？<laughs> <laughs> 時刻は8時28分を回りました。この時間は琉球新報、沖縄タイムスの長官から記事をお伝えします。まずは沖縄タイムス総合面から。うるま ic 設置を沖縄北石川間市国に要望へ。うるま市は30日、沖縄自動車道の沖縄北と石川インターチェンジの間に新たにうるま ic を設置するよう内閣。 車インターチェンジを設置するよう内閣府沖縄総合事務局に予防しました早<く>失礼しました二十四日の中部市町村会の定例会で示され うるま市によると、設置はうるま市江の美周辺を想定、国道329号に近く、沖縄・北と石川の両インターチェンジの中間地点に当たります。新たなインンターチェンジの設置で 沖縄北インターチェンジの渋滞緩和や市街地へのアクセスの改善を目指したい考えだそうです続いて沖縄タイムススポーツ面より記事をお伝えします美里工業高校萌えよ空手女子 三里工業高校空手部の女子部員が県 <laughs> ち県高校総体で初めて方と組手の団体戦に挑みますこれまで個人戦に出場してきた3年生の渡嘉敷さんと タカラさんに加え、今年4月に3人の新入生女子部員が入部。5人で挑む初めての大会に向け、最後はみんなで笑って終わりたいと胸を高鳴らせています。3年生が入部した2年前は女子部員がゼロだった。中学校から空手をやっていたとカ式に誘われて入部を決めたタカラは初心者で、 男子を合わせても部員は少なくて同好会みたいな感じ他校のチームが励まし合っているのを見て憧れていたと話しています続いて沖縄タイムス経済面より記事をお伝えしますイギリス菓子黒糖風味に プラザハウスが25日、イギリスの伝統菓子、ファッチを県産黒糖でアレンジした手作りのブラウンシュガーファッチを沖縄市のプラザハウス内で新発売します。レシピは開放商事のセントローレンとマッキー社長とザ・ブセナテラスの野上フェストリーシェフが共同開発をしたそうです。国の 助成金を受けて地域資源を生かした商品開発に取り組むプラザハウス・プラットフォームプロジェクトの一環で、黒糖は味を強く感じられるよう加工し、コーヒーやお酒に合うように仕上げたそうです。続いて最後の記事です。琉球新報市町村面より記事をお伝えします。40講座、店主や職人が伝授。 小座町ゼミ開始。商店街の店主が講師となり、専門的な知識や情報を教える無料講座、第4回小座町ゼミが始まっています。6月16日まで、沖縄市中央の一番街商店街を中心に、全40講座が開かれます。5月16日には、県内で琉球愛の入手が困難になっている現状について、草木 ソメ作家の山口どかさんがコザ工芸館ふんどゥで講話をしました町ゼミは行政の補助金に頼らない商店主独自の取り組み体験やコミュニケーションを通してお客と店の信頼関係を築き来客集の増加につなげると話しております以上琉球新報沖縄タイムスの長官から記事をお伝えしました もひどいですね今日の新聞読みは IC ってって IC って書かれてるから IC って呼んでいいじゃないですかインターチェンジって読めるだろインターチェンジって毎回呼ばないといけないんですかはい誰が決めたんですか <laughs> そこでさマイクに入らないからさいいもののチップかとかさ <laughs> インターチェンジだとかさ横からさ 笑ってさもうだってひどいのに落ち着くまでに時間がかかりましたね空手女子も何だった空手助手だった何たはやニューブストニューブストかニューブスト女子部員はあっ滑舌が来てますよほらクレームクレームテント頑張りゃ来るわね反抗的な金髪。 まあ金髪はね、大体反抗的ですからね。放送事故ですね。えー、大変。青野軍団さん。もうお聞き苦しいニュースをお届けいたしまして、大変申し訳ございませんでしたあ。そうですよ。素直にちゃんと謝らないとね。はい、喧嘩は事務所でしてください。すいません。本当ですよ。<laughs> <laughs> もうさ、ニューブスター、<laughs> ジャスブーイン。<laughs> <laughs> <laughs> ひどいなぁ、もう。うひどいですね、噛み癖ね。はい。なんでしょうかね。なんでしょうね。噛み癖がひどい。噛み癖がひどい。はい。まあ、ニューブスター、ジョスブイン。青森の方でしょうか。<laughs> はいはい。青森批判。違う違う。いいよっていうことよ。<laughs> <laughs> リンゴ批判しましたね。いいよってことよ。 さあ今日はですね、トークテーマはフリーということで、はい。はい。はえ、いきたいと思うんですが、はい。え、コメントもガンガン拾っていこうかなと思っております。ええ、大塚健二さん、早速来てますね。はいはい。油断してるわけではないんですが、立ち上がるとき、おなら出ちゃいます。へえのまないかよ。うん。でかいな。 立ち上がる出出出ますなないいわどんだけさ力んで立つわけあめぐみかんさんがですねニュースですねいい加減にせよってきてますねああマジマジダメだしマジディレクターの聞いてる人のことを考えなさいということですそうですねあなたはあなたもですよ俺はだから間違いをあれしただけでしょ間違いを ずっと笑わないでくださいよ <laughs> もうさ分かってるよひどいって <laughs> もうごめんなさい皆さんチャンネル変えていいですよ <laughs> ダメだダメだそれはあのもっと上手な人たちがいますからね,そうだねチャンネルポチッと押していただいてもうねそうだよ聞き苦しいとかさ、うん、そういうクレーム出す前に、はい、帰ればいいじゃん <laughs> おいダメでしょ あなたたが言っんです帰ればいいじゃん皆さんぜひ聞いてください帰らないでください帰らないでねすいません帰らないでえ「あきら100%」っていうねあの謎のこの話題が来てるんですようん大塚んちゃんからはいこの「あきら100%」にあのクレームを出す人がいるらしいこう放送倫理委員会とかにねそうそうそうあれがねやっぱよくわからんなと思うわけですよねうん あそこまで極めるためにどんだけの念を費やしたと思ってるのでしょうか <laughs> それにさあれぐらいさ、うん、いいじゃんね別に良くないいいと思う私はねうちも家族でね、あのー、ケタケタ見てますよ体張ってるなーって思いますからねうんあれね結局さ、うん、子供が真似するから嫌だって、うん、いやいや、うん、真似しねえし裸の時にうん 真似するるのはあさねそそううお風呂上がりとか言うね「はとか言われたら面白いそれはさでもさみんなやる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 だってそんなの関係ねえの時もさみんなやってたじゃんブーメラン履いてやるよやったでしょあのやっぱりこうなんでしょうね皆さん脱ぎたがりますねはい体張る人たちはなんていうんかなもうね裸芸というのは簡単 んってそうかそうそうそんなの関係ねもまあ水着一丁そこからのもうはかないってもう最最大ですよねでも見せないっていうでも見せない素晴らしい素晴らしいこれはねだから文句言う人たちね結構やっぱちょっとねもうちょいさこのルドルフさんが「上島の裸は見たくないです」っていう。 あだからあのさ見れるさ裸と見れない裸ってあるわけですよ、うん、だからライズアップで締めた体とかは見ても、うん、見せてもいやいや上島のあのブヨブヨな体が面白いんやしいいんそれをさいいって見る人と、うん、おっさんたちがねあの女子たちがうわ気も汚いって思う江頭さんとか江頭は締まってるじゃん締まってるうんまあねてあの人肉ついいなじゃん痩せてるだけだろだ いや体感やばいっすよあの人あそっかいろんな動きするからしかもさダンスさせたら結局ですかねどんなどんなものでもエガちゃんダンスになるからなるほど私の師匠ですからね彼はねそうだよねこのラジオの師匠エガちゃんだったら下げてもいいっていう下げないですただだからそのなんていうんですかねあのだったらさ別に見なければいいじゃんって話なんですよ 上島がバッと映りました<う>変えればいいいじゃないですかただねそのこの大塚健治さんが言うみたいに、うん、飲むと裸になりたがりますっていう人たちにとって、うん、これはギャグの一環でみたいなののりは私はよくないと思いますよ、うん、こう飲んだ勢いで <laughs> お前はシラフでそれをできるのかと <laughs> 飲んだ勢いでやんなよっていう言いたいですね <laughs> ああいいじゃんもう一億層クレーム時代だな一億層クレーム時代どういうことですか みんながクレーマーってことです。いいじゃんいいじゃん。いえいえ。それを採用しないでテレビも簡単に。あ、クレームをそう。それで自粛していくからつまんなくなるつまんなくなったね、テレビね。そう。今、おっぱいも出ないんだよ。出ないんじゃない前は出てたの、バリバリ。バカたのとかで。そう。うん。まあね。え、大塚健さん。はい。白筆もなれます。あ、素晴らしい。合格 <laughs> <laughs> 大塚圭司さん合格オッケー見れない裸があるから、うん、見れる裸が映えますなるほど <laughs> 簡単だな <laughs> さあメールも来ております女王様とリスちゃん、はいえー、女王様ド緑磯銀着様おはようございます <laughs> 磯銀着よりもむしろミミズ千引き、えー、新宿の千引き屋に行くとはい 店員のお姉さんに「うん、あこの人も千匹なんだすげえ!」って思う純粋な男リスちゃんですはい今日は稀勢の里が休場したから荒れるぞゴラミりミはいということではい稀勢 <laughs> <laughs> の里休場なの今日 <laughs> そうなんですよあらー残念ですね山内さん私忘れてるコーナーが一つありました何あっあれは、えー、計算してんだよ全部あそうなの そううっすよもう人の計算を台無しにしてからね。失礼えー、続いてこの方、トウ <laughs> 軍団さんから来てますよ。<laughs> ザイマースクイーン・オブ・ミミリダ<い>ブルス、ジャンプ、よーしよしよしよし。よしよし <laughs> してから昨日アベニューにえひゃえひゃタガバブルっすよこの人さあれめげないねこの人さツイキャスでもさあの俺がたまにギノワンから小座にちょっかい出すわけですよはい、バブルっおっバブルスハウスって出るわけおお小座にいいねでも俺ほらもう小座パッてやった後ギノワンに戻ってるので見れないわけですよそしたらわざわざギノワンでバブルスハウスってもうさ、受けて受けて あの、ギノワンのキャスの人は何のこっちゃだはずて何のこっちゃだっけもおかしくて。面白いね。さすがでね、軍団ね。さすがなんですよ。さすが。え、してから、昨日アベニューで仕事で行ったわけさ。したら、遠くから金髪が歩いてきよったわけ。お、耳霊だって、おーいって手振ろうとしたから、人違いだった 洋服とかビビリが着そうであのね全然違う全然違う金髪も全然違う全然違うこれ金髪じゃないでしょ金髪じゃないねこれは何足なんていうのこの部分染め部分染めううん私マッチし男でしょこれ多分男じゃないよだって女女性女性これはねあそうなのうん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 う T シャツにあれ着てるからガード腕の日焼けのあほんとだ 女子だだよこれ女子えこれ女女子子子なんだ女子ですねーージーンズぶっかぶかだしね私こんなジーンズ履かないっすねボーイフレンドデニムってやつんで、ね、あんまり好きじゃないえこん, <laughs> こんなジーンズだよ <laughs> ボーイフレンドうんデニムってやつ<ー>ちょっとダボダボした感じの男の子の彼氏のジーンズ借りちゃったみたいな イメージらしいんですけど。そう、私はスキニーが好きなので、どちらか。スキニーがいいよね。はい、コロナ中で今、はっきりしたんや。っんよはっきりした。はっきりした。あ<ー>、軍団さん、ありがとうございます。まだまだメールお待ちしております。メールアドレスは。761アットマークエフエムコザドッまで、お待ちしております。 時刻は8時44分を回りました続いてはこのコーナーです今日は何の日のコーナーでーすー5月25日まずは沖縄手帳からご紹介します、うんえー、今日はね先負けの日<お>水の絵根の日根の日 旧暦は4月30日です。塩、うん、回りは大潮で。おお満潮時刻は6時17分、うん、19時14分、干潮時刻は0時17分、12時49分になる見込みです。はい、あのー、今日はね、うん、薄い三日月の日みたいですね。薄い三日月の日何、はい、すか薄い三日月の日って。ちょっとだけ月が出る。え薄いわけうん、暑さが。 爪みたいな感じああその薄いねなんて言えばいいのじゃあ俺透けてる薄いあのあれ濃い薄いのああ続いて今日はですね1947年金建設創業とそうねっ鉄工所が自営業これあとでちょっと紹介しましょうねそして2000年には渡名喜島集落が国 国重要伝統的建築物群保存地区、そして石川石垣市和請墓、和請墓、和請墓、和請墓 <laughs> が国重要文化財に指定されたそうです。<ー>はい。以上で沖縄手帳からは。はい。はい。えー、そして、 今日は何の日をインターネットからですね。うん、今日は広辞苑記念日、うん、食堂車の日ということでございます。うん、どっちもピンと来ませんねそ。そうですか。広辞苑は初版発行が1955年らしいですよ。うん、今から何年前ですか。広辞苑って使ったことありますか。広辞苑は使ったことないです。ですよね。うん。俺も。でも今第何番まで出てるんだ。あれ太すぎてさ、はい、便利くない。 まあでも電子辞書とかには必ず入ってますからね最近はあだから電子辞書だったらいいけどあれ太すぎて実用が、ね、性がないじゃんバンってやっても,もう重くてさう,んもう持ちきれない、ね、どんな人が使うんだろうね広辞苑ってやっぱりこの放送業界の人じゃないですかそっかでもよくこの広辞苑に引用とかでさこうババンってこうありますよね、うん、言葉出すときにね だかから放送業界の人じゃないですかそうですねはいもっといい今日は出来事がいっぱい起きてるわけですから1835年、はい、ロンドン動物園に初のチンパンジーア <laughs> <laughs> ブルス <laughs> っていうねまた1977年アメリカ映画「スター・ウォーズ」が公開される、はい、そうですこれですようん、まあ、私はあまり興味ないですけどね僕は2歳の時ですね おそうですか,かあら <laughs> 今日の誕生か、はい、パンジー <laughs> <laughs> 何なの今日マジでダブルパンチならぬトリプルパンチですねしかもさ結構僕がこう、はい、僕にゆかりがある感じがいっぱいあるんですよそうですかロンドンまあチンパンジーでしょンンでさっきの「スター・ウォーズ」でしょ、うん、ね <laughs> もうないっていう。 さあその誕生歌パンジーの花言葉は「はい、純愛」「純愛」「ピュアラブ」ですねどうですかピュアなラブはしてますかピュアなラブは子供ぐらいですねねえ、うん、子供にピュアラブですよ僕は子供はピュアラブねはいあなたはピュアラブしてますかピュアラブおいっ子とめいっ子にしてますねいやいやいやあでもね私は怖いおばちゃんで通ってるので曲がったことが大嫌いって感じで。 あなたピュアラブしてないでしょしてますよ。本当ですかはい愛を持って教育をしてますからね <laughs> なんで無言になるんですか <laughs> あの相当怖いみたいおいっ子たち <laughs> 私のこと怖いはずよおいっ子たちだけじゃなくて、はい、石原も怖いって言ってる <laughs> 別の会社の,あの若手男子社員も耳に怖いって言ってますからね怖がられてますね はい、なんでですかね、笑ってひどいこと言うから、ひどいことひどいこと言うからさ、ずかっと、なるほど、これもまた後で話しましょうね、あのこの人、ね今日ちょっと注意があるんですよ、うんラジオで曲が,ったばかり曲がってばかりの金髪がする説教、<laughs> そしてルドルフさん、パンジーで笑いが。<laughs> <laughs> ブ、ね、ッってなりますよねま,まさかですよね本当にはい、えー、大月健二さん「みみりにビビりですね」ってまい私はビビってないですようまい,えいということで甥、えー、い子たちにみみりが怒りすぎてスーパーサイヤ人になってるって思ってるかな以上今日は何のひねした <laughs> <laughs> 何のひね 時刻は八時四十九分を回っております。さあ、今日はですね、テーマがフリーということでお送りしておりますが。えっとですね、先ほどのこの新聞記事で、あ、じゃない、今日は何の日でありました。ええ、金秀グループ。金秀グループ。これね、新聞にも出てて。ええ、金秀グループ、今日創業七十年。あ、すごい。すごくない。七十年。で。はい。 役員の20%を女性にしたいと。ほう、ー行こうかな。行けるか行けるでしょう。行くのはよ。<laughs> <laughs> こんな真面目そうな<ー>会長が、はい、こんな金髪は雇わないですよ。うんそうですね。意外と、あれだな。海外展望を目指してるそうなの。ほら、来た金髪だ<た>ね。<laughs> <laughs> <laughs> ベトナムやミャンマーに足を運んでいるととのことですよそうイオンはねもうい行ってますからねあそうなんだ高度中国そしてベトナムからイオンモールが進出してますのであそうなんだはいこれさベトナムの人を雇いたがる人が多いのは何でか分かりますか賃金が安いからじゃないもありますしベトナムの人は優しい新日じゃああの僕今から言うからさ <laughs> 当ててよ 当当てててよよたいあれなんですよベトナムは国民性が真面目で割と手先が器用って言われてるベトナムの刺繍とか見たことありますないすごいですよそうなのいいいいいいだからさ時間とかも結構守るらしいだからすごい使いやすいうねそうそうそう使いやすいって言ったら変ですけど一緒に仕事がしやすいのかなそうそれ分かるかも かる私中国の企業に勤めてたのですごくわかる国民性出るよね <laughs> 中国はどうだったんですか中国は、うん、いかに上に気に入られるかを競い<っ>そしてそ、はい、上に気に入られたら昇級するからね、うん、そしていかに下にバレずに自分がサボるか、うん、っていう足の引っ張り合いなんですようわー 怖いよー。怖いね。うん。まあ、私の会社がそうだったのかっていうのは分からないですけど、うん、まあそういうのが多いかなーっていう、私の個人的な偏見。ああ、僕も個人的な偏見で言うと、はい、あった、あの、ズけズけ来るから嫌だ。<laughs> <laughs> 嘘をつけない人たちですね。そうだね。そう。ただ、この沖縄に残ってる人たち。うん。 というのは、はい、いい人が多い。そう、優しいよね。ね。うん、あれが不自然。基本的に優しい。あの、でも、一歩踏み込むと、家族のように協力してくれます。あ、そうなんだ、うん。中国の人たちは、あの、もう本当に総出で、おじいちゃん、おばあちゃん、いとことかも総出で手伝ってくれる。ん<ー>本当に。あ だからあの人はそれが出てるね、うん、ルーさんね、うん、そう出てますよねああああそんな感じなんですよでもあの観光客のあの中国人は嫌だあの人たちは社長なんですよどっかしらのだからやれそうなんだそうだからやられて当たり前っていうもう名前ほんとになご飯食べに行ったらずっとそばにいる立ってたもんね <laughs> 早くドけケジラでねそうだっけあれあのあっちでパヤオで、うん、あー そうだね、ゆっくりできなかったですねこのヘり、うん、机のヘりそこにくっついてましたからねあの人そうそう,そう普通にあの、そういう並ぶ文化とかがないので、うん、自分のところは自分で確保するんですよ人が多すぎてからねそうそうそう<ー>だからもう本当にへばりつかれますよ <laughs> ドキそうねあればやだ <laughs> <laughs> そうそうね えー、ルドルさんがコメントくれてます。はい、何のコーナーかわからないのがいいですね。それに対して、めぐみかんさん。<laughs> 番組のコーナーを詳しく知りたい場合は、他の曜日でお楽しみください。<laughs> とのことですね。<laughs> <laughs> ね崩壊してますからね、木曜日はね。この構成が。うね、こう、山内さんの気分でさ、いろいろ変わるから。<laughs> <laughs> こう私は忠実にシートと守りたいのにもかかわらず、うん、いトレコさん今日来るんだ今日ゲストあそうなんだへえっていう感じで <laughs> こう人がラジオで一生懸命やろうとしてもねぶっ壊すんですよ <laughs> そっかはい、えーえー、クレームが来ますよ <laughs> <laughs> パーソナリティに神田のアビアビしても 本人も噛んでたら意味ないやんにやっと言ってやれ軍団さんそれあわしのことか山内さん文句を言えばスーッと逃げていきますよそれに沖縄に来ている中国人の方マナーが良くなってきていますよそうそうそうあのね私前もこれ話したんですけどこのトイレの使い方が汚いとかゴミを捨て方がわからないとかあるんですけど入 入国する前にさ、はい、1>, 1枚パンフレットでもいいから、うん、配ればいいわけなんてトイレの使い方とか例えばさ公共トイレが中国にはたくさんあるわけ、うん、そこでお金を払うわけさ、うん、使うために。えーおうおう それはまあトイレットペーパー代とかいろいろあるわけ。<ー>管理人とかもいるし、汚くならないようにね。うんうん、でも日本に、沖縄には公共トイレが全然ないって怒ってたわけ。えー、違うよと。コンビニとかさ、うん、こういう施設とかがあるよって。うでも、その使い方がわからないわけさ。お金を払わないから。どうやってっていう。使い方うん。タダで,で入れるなんて思わないわけさだから。タダで入れるとは思ってないわけ。 でそこでねこの旅行会社の人たちが提案したのがコンビニのトイレぜひ使ってくださいその代わりお水1本買ってくださいねってうんいうそういうやつですよあ,あトイレの使い方ってそういう意味ねトイレがどこにあるとかがわからないって意味ねそう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 いうことトイレの,あの使い方がわからないっつってんのかなあ,あじゃあって流すとかそう中国とまあそれも違う,か違うからさトイレットペーパー流さないからあっちあうんちピッピッって拭いた後ゴミ箱にしてるわけ うーわーって思うけどそういう文化なのねまだまだトイレットペーパーが発達してないので下水も普通に流すとさ詰まって大変なことが起きるわけ今日はですね <laughs> フリーでお届けしておりますマイアシスでございます皆さんどしどしメール待っております待ってますメールアドレスは 761-fmcoza.jp ですさらにさらに 後半はゲストが2組も登場します。2>, 2組。新コーナーも来るよお楽しみに。 時刻は9時を回りましたハイサイ沖縄シティのコーナーですこのコーナーでは沖縄市の役立つ情報を沖縄市の広報誌広報沖縄からお伝えいたしますハイサイ沖縄シティこのコーナーは沖縄市の提供でお送りしますまずは暮らしの情報から国民年金 特特定期間と特例追納についてお知らせします。国民年金の第3号被保険者が配偶者の退職やご本人の収入額の増加などにより扶養から外れた場合には第1号保険者への切り替え手続きが必要になりますこの手続きが2年以上遅れ時効により 国民年金の保険料を納付することができなかった期間については、届出により特定期間とすることができます。届け出が行われた日以降、年金の受給資格期間に参入されますが、年金額には反映しません。特定期間については、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの期間において、 厚生労働大臣の認証を受け、特定保険料を納付することができ、特例追納することで、年金額を増やせる場合もあります。詳しくは、日本年金機構、コザ年金事務所までお問い合わせください。電話番号は933-2267、933-2267番です。 続いて、後期・高齢者・医療保険料の納め忘れはありませんか保険料を滞納すると、特速手数料や延滞金が加算されるばかりでなく、非保険者証の切り替えの際、短期証の交付となる場合がありますので、保険料の納め忘れのないようご注意ください。お支払いが難しい場合は、 分割納付などのご相談もできますので、お早めにご連絡ください。口座振り替えによる保険料の納付をお勧めします。後期高齢者医療保険料を納付書で,で納められている方も、ぜひ口座振り替えをご利用ください。ご指定の口座から自動的に保険料をお支払いすることができますので、納め忘れもなく安心、便利です。 詳しくは、国民健康保険課、後期・高齢医療係までお問い合わせください。続いて、臨時福祉給付金申請受付のお知らせです。申請期間は、4月10日月曜日から10月10日火曜日まで、 郵送は決心有効です。4月初旬に給付金の対象者、対象候補者の方に申請書をお送りしています。1人につき1万5千円、支給回数は1回です。支給対象者は平成28年1月1日に沖縄市に住民票があり、28年度の住民税が非課税の方です。 また、平成28年度臨時福祉給付金3000円の受給者は、概ね対象となっております。ただし、次の場合には支給対象になりません。課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合、また、生活保護の受給者である場合です。詳しくは、臨時福祉給付金窓口、電話、8 9 4 6 1 2 2 8 9 4 番までお問い合わせください続いてイベント情報をお知らせします YouTube で配信中沖縄市タウンミーティング昨年開催した平成28年度沖縄市タウンミーティングを YouTube で配信しています閲覧方法は YouTube で 沖縄市タウンミーティングと検索してください。詳しくは秘書広報課までお問い合わせください。続いて平成二十九年度狂犬病予防接種集合注射実施日日程表です。今週は五月 28日日曜日、白前公民館、五駅公民館、鎌田公民館、照屋公民館、揚田公民館、室川公民館、中野町公民館の順に行っております。料金手数料は3200円です。登録を済まされていない方は登録料が必要です。 関連をなくした方は、再交付が必要です。当日の犬の体調によっては、注射を受けることができません。体調に不安のある場合は、最寄りの動物病院で注射を受けてください。注射後は、激しい運動をさせず、数日はシャンプーを避けるようにしてください。詳しくは、環境課・環境衛生係までお問い合わせください。 続いて、中心市街地循環バスについてのお知らせです。4月1日土曜日より2便増便して運行しています。詳しくはお問い合わせください。なお、時刻表は都市計画担当窓口及び市役所1階総合案内にて配布しているほか、市公式サイトでもご確認いただけます。最終便コザルートは、 6時45分発から変更後は午後8時15分発となりました続いて、誤やルートは最終便が午後8時40分となっております建設部都市整備室都市計画担当が担当課となりました詳しくは都市計画担当までお問い合わせください 続いて、2017プレナスなでしこリーグカップ1部 B グループ第3節九州女子サッカーリーグ沖縄ファミリーマート30周年アニバーサリーとして大会が催されます日時は6月11日日曜日2試合同日開催です第1試合は午前11時ビクサーレ沖縄 FC ナビータ対 琉球デイゴス。第2試合目は午後3時から、アイナック神戸レオネッサ、浦和レッドダイヤモンズレディース。会場は沖縄県総合運動公園陸上競技場です。チケットはパミポートで独占販売しております。2試合観戦できる1日投資券は、前売り、大人1000円から、小中高生は500円から、未就学時は無料となっております。 詳しくは株式会社ショウにまでお問い合わせください。電話番号は九五一三一八零九五一三一八零です。以上、ハイサイ沖縄シティ。このコーナーは沖縄市の提供でお送りしました。 時刻は9時12分を回りました。9時台も沖縄市中央パーカーベニュー入り口国道330沿いにあります。FM 小ザのスタジオから木曜日担当私、ミミリと、いお送りしていきます。店頭さんから、<laughs> クレームが来ております。<laughs> もうなんすか常に反抗的な金髪。<laughs> で本当でよね。<laughs> すごいよ。共通キャスさ。 皆さんのコンティニューコインチャリンチャリンのおかげで。百三十七人の方がチラ見してくれてる、ね、チラ見。チラチラってみたでもさ、今の閲覧数。六人で。<laughs> <laughs> <laughs> 悲しいですな。まあ。まあ、百三十八人の方が。チラッとしてくれたってことは。嬉しいですね。ありがとうございます。これも。 皆さんのおかげですね。金髪見て何かなっていう人がね、金髪見て何でしょうね。なるほどね。この効果かね。ああ、そっか。また一人去っていきました。いいんです。いいんです。全然。それで、はい、ありがとうございます。それではこの時間は沖縄地方のお天気道路交通情報をお伝えします。まずはお天気から。本日5月25日木曜日。 本島中南部の天気は北西の風強く、後、北の風曇りになるでしょう。日中の最高気温は27度です。降水確率は終日20%になる見込みです。<う>波の高さは3メートル、後2メートルになるでしょう。25日、南西の地、北西の風が強く吹き、沿岸の海域では波が高い見込みです。陸上、海上とも強風や高波に注意してください。 以上お天気情報でしたこの23日ちょっと寒いっすねそう明日は26度私毎日クーラーつけてるけどうっそうんうち全然ですよだってさ窓開けるじゃないですか、うん、しけた風しか入ってこないから布団しけちゃゃうじゃんああまあね嫌なのねあのしかも最近さ<ム>あいつらもゴッ,キーゴッキーも出てますから この前この柱にいたよコックローチも出てきましていや嫌だよねだから窓開けられないっすよそこにいたよでかいのがあの私上海に住んでた時14階に住んでたんですけど14階はねさすがに出てこなかったよああそりゃそうだろだってさ5階ぐらいでも出ないっすよだからね高いところに住みたいです私あなた1階 ?2 階 2回やったらまだギリじゃないがっつりくるそう,うん嫌だなドアしかも開けとくんで私なんでよ夜とか空気の入れ替えとか言ってそのそのさ30分ぐらいの間ででっかいのが入ってきたりするからさ、うん、うわ嫌だな <laughs> みたいなギヤー <laughs> みたいな嫌 <laughs> だな <laughs> なんか黒いの入ってきたよって言って、うん、かちゃんみたいなそしたらさなんかこの 食料庫の裏とかから、ザザザって聞こえるわけ。うわ嫌 <laughs> だな。<laughs> いるいるいる、みたいな。国旗ぶりいる。一回さ、建物自体、うんうん、あれしてもらえばいいの駆除。なるほどね。いなくなりましたよ。このシーズン。あれ、なんだっけアースじゃないな、うん何だったあー、あれじゃない。あれじゃなくてうん、あれはね、ちゃんと業者に頼んで、完全にやってもらう。うん うちもあの実家が古いので。もうすごい出る、出た年があったんですよ。本当に。二日に一回ぐらい。あの害虫駆除じゃないけど。そう、頼んだらもう一切来ない。うん。あの中国も。結構さ、隙間だらけなんで。中国どうなの、でかいのいるの。いるいるいる、上海いるよ。似てるの。似てるのいる。うわ、嫌だな。もっと黒いかもしかも。うわ、一回りちっちゃいかな。 ちっちゃくて黒いのがいるんですけどああ、まあ、大きさもそんなに沖縄と変わらないやつがいるんですよ。いてあのマンションの管理人の人が、うん、ちゃんとねあ夏の前に、うん、あれ巻きに来てましたよ。あいいね、ドアの周りとかに巻いてました。それでこのの日はあ,あ,あの その薬品の匂いが1日きついからできたら外出してねみたいな感じでちゃんとあのポストにさ入れられてちゃんとしてるんんだねちゃとしてますよあの金さえ払えばめますよしかしだからね14階に住んでるときはね 大丈夫でしたね対策しましょうね皆さん本当にししやばいですよ、はいえー、さあ道路交通情報をお伝えします,しま,すまずは沖縄自動車道高速道路ですが、はい、今の時間目立った混雑渋滞などなどありませんスムーズに流れております一般道も今の時間は目立った混雑渋滞ありません、えー、宜野湾市前原交差点から大ジな交差点にかけて これは両方ですね長い渋滞が続いています西向け東向け両方長い渋滞が続いているぐらいです以上道路交通情報をお伝えしましたはいさあテーマいってくださいおテーマはフリーですフリーですさてツイキャスは新里さんという方ですね、うん、おはようございます福岡から聞いてますよということで今日は県外リスナー多いっすね多いっすねうる,うるさいじゃなくて嬉しいですね <laughs>、えー、また減っていくよ <laughs> うるさいんで 入っていくよ嬉しいですね嬉しいですよ嬉しいですね入っていなかったですそうですはいえーメール読んどきますか一か一か読みますかうんはいよ読んでえーどっち上上ミミリさん山内さんおはかんバックおはかんバック実年齢は荒さ安が気持ちは十代のつまり胸です久々に七時台に起きたので眠いですというのは最近は 睡眠にはまってます、うん、眠ったらこれが気持ちいい眠れるもんだから最近は9時台に起きることがよくあったり午前中ずっと部屋で寝てたりすることもありますよではありますが来週月曜日はゆっかの日なので、うん、そろそろ早起きの練習をしてますんどういうことゆっかの日だからねゆっかの日ってなんすか行事 5月ラストの木曜日、時が経つのは早いもので、来週は6月。今日も良い一日となりますように、<ー> h a v e a g o o d t h u r s d a y ですね。眠れてますかあなたは。眠れてます。最近はゲーゲーしてない。最近,最近はゲロゲロはね、なしなくなってきたね。ああ、よかったね。はい、この人来る前にいつもゲーゲーしてたらしいですか。ゲーゲーしてましたね。<laughs> うーってなって。<laughs> 何もなさすぎてね、胃の中に。 <laughs> そんないらない <laughs> あすみません,ませんええー、このように皆さんぜひぜひですね、はい、今のこの状況とかですね、うん、まあそういったのを送ってもらえればと思います、はい、メールアドレス761アットマーク FM コダ .jp761 アットマーク FM コダ .jp ですテントがもろうかいさん県外リスナーはうるさい笑い<笑>違う違うひどいよね 言いまつがったの、言いまつがったのよ。それではここで一曲をお届けします。はい、歌田ルで桜ドロップス。 さあ時刻は9時23分を回っております。この時間はゲストさんいらっしゃいのコーナーでございます。勝ってね。はいはいはい。いつも言ってるからね。言ってます。来たらはい。ということでまずは自己紹介お願いいたします。あはいえっと上玉由美です。おはようございます。はいおはようございます。私とはいとり和江さんです。和江さんです。はいお二方は何をなされている方なんでしょうか。 むむ世界の CM フェスティバルというイベントの事務局を担当しています。援団でふ普段は私は CM の制作部でローカル CM 取りまくってます。さんは演演演劇ですす出出ととと女女優優やっててま素晴らしいなく いや、や、反応があるじゃないですか。<laughs> ありますよ、えー、大塚健二さんが、ゲストさん、この放送に合ってる感じがします、この放送のベースをあまり知らないので、<laughs> はい、合ってると言われて、ワイと言ったらいいのか、がっくりしたらいいのかが,っくりした方がいいと思います。ワイ <laughs> 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 じゃあちょっとがっ,っがっくりしながらお届けを。しない企画を <laughs> さあこの「世界の CM フェスティバル i n j a p a n アー u 2 0 1 7なんですけれども、うん、どのような内容なんでしょうか これね CM って黙ってても見れるものと思ってると思うんですけれどもてます勝手に流れてくるんですけれどもでも、あって思う CM ってあったりするじゃないですか。あありりまますす私大好で本当にこの短い時間の間でおっと思ったりとか感動したりとか新しい情報が入ってきたりすると思うんですけれどもその面白い CM を世界中から集めてそしてそれをみんなで一緒に見る。 そう、みんなで一緒に見る。そうこの、みんなで一緒に見る。残念ながら、パレット市民劇場、飲食禁止。あ、そっか。本当はね、オールナイトでね、劇場でやってた時は、もう。食べながら、飲みながら。でもト市民劇場って、飲食禁止。禁止なんだよね。ロビーまでオッケーよ。あ、映画館内、だめなの、だめなんだよね。え、そう。あの、私ね、すごいね、面白かった、沖縄で、オールナイトが、なかなかうまくいかない理由っていうのを。 プロデューサーから聞いて、すごい面白い、ね。二回ぐらいオールナイトやったんだけど、ね、オールナイト向かない。 あのねみんなね1時ぐらいになったら飲みたくなる帰りたいだから内地の感覚だったら朝までオールナイトやって始発の電車で帰ろうみたいな沖縄の人違うけど見終わったじゃどこ飲みに行くだからちょっと語り合いたいじゃん語り合いたい話したいみたいなもうね12時ぐらいになると2軒目に行きたくてわかるわだって1軒目でずっと朝までっていうもうねこれ十何年やってるからオールナイト2回やってその次に 三時までやって、それで一時までって、一時までが一番良かったね。二軒目に行ける。まだお店が開いてる。あ、開いてますね。までも今回はまあ、そういうことじゃない、公共のホールなので、普通に。えっと、何時からだっけ、まあ、お昼と、お昼と夜来公演させていた。十分に二軒目、三軒目が楽しめる時間設定してあります。親切な時間。親切、本当に。そして日時が六月七日、水曜日。 こちら沖縄那覇で開催されるところですね、はいえー、昼の部が14時開演会場は1時半そして、えー、夜の部は6時半会場を7時 開演となっておりますはいすごいんですよ今年ね、あのー、CM たくさん見れてで 1>,、うん、1人じゃなくてみんなで見るから面白い時にはイエーイって言いながら見るし <laughs> なんかブーブーって言いながら見たりとか本当にあ当然なんですけど日本に暮らしてると日本の CM しか見れないんだけれども、うん、いろんなう世界中でいろんな CM って作られてるわけじゃないですか。はい、それをこの ブービエさんという、うんうん、コマーシャルプロデューサーじゃなくて何て言わだろう。えー、コマーシャルを見せることをプロデュースすることの人もいるんだそうブービエさんがねすごいまた強烈なフランス人なんですよ、うん、はいなかなかに。<laughs> 一度見たらないでもねもうね博多に住んでね何十年もなるから日本語はすごく上手なのギリ人情とかゆったりするからフランス人が語るギリ人情を聞きに来るっていうだからただ CM を見るんじゃなくてみんなで一緒にでブービエさんのギリ人情解説も聞きながらですね見るとね一緒に見ると面白いっていうでみんなでワイワイガヤガヤが面白いっていうのとで夜の部だけにはなるんですけれどもミュージシャンも来てくれます。 グループのーうん、うん「グリーンペアーズ」っていう,何,う何音楽だと思いますか え？何音楽だと思いますか？アイリッシュ音楽なんです。そうそうアイリッシュのバンド。いいね。いいですね。昨日って言って。はははチャチャチャラララって。ちょっと口では言えないけど。チャチャチャララ全然違う。全然違う。思ってたけど思ったけどできなかった。そうなのでアイリッシュの音楽をまたみんなでわーって盛り上がって楽しんだりとか抽選会もあるし。そうです。なのでただ CM を見るんじゃなくてみんなで一緒に見るのがすごい楽しいよねっていうのと、多分あれだね、なんか見た。 で多分きっと喋りたくなるのでそ,うそ,うそうだからん、はい、な,んかなかなか会話が最近ないなっていうご夫婦の皆さんとかなかなか会話がないなっていう家族の皆さんか <laughs> いいかなかなか会話がないなっていう職場の皆さんとかできるだけ会話のある人と来てほしいよねなんか軽薄なムードじゃなくて楽しみでねあとちょっと真面目な話をすると世界の CM の中でももう本当にとんがった CM ばっかり作ってるような。うん イギリスの<ー>えっと A.P.A. っていうあの、はい、政策のところがあるんですけど、そこから最高責任者っていうスティーブさんっていう人が来ます。なんかね、あの世界中の C.M. の中からすごく。 いい CM をピックアップしてアワード賞を出している APA っていうところの最高責任者最高です者イギリス人がそれはねんで来るかでブービーの友達だからイギリスで作ってるすごい CM を日本のしかもその南の沖縄の今回宮古までやるから南の島まで持ってってくれてありがとうっていう気持ちで来てくれることになったのでんかどういうお話になるかはちょっとまだ分かんない そうい<ー>なんか最先端の話がね<て>聞けるしエッセンスがねなんかこう最先端のエッセンスをこう吸収できるというのはいいんじゃないですっななと、うん、ちなみに海外と日本の CM の違いというか。うん ああ、まず尺が違う。尺が違う。そうそう、五秒。五秒。ああ、あるね、なんとか、なんとかっていう。あのね、えっと、日本はやっぱね、商品をね、見せなきゃいけないから。商品、商品、商品で、十五秒で、有名な人が出て、わあってやるんだけど。海外の、あの、えっと、企業は、こんなに面白い映像を提供したのが、我が社ですっていう感じだから。基本が、三十秒とか、六十秒とか、なんですよ。すごく長いのも、たまにあったり。するよね、 2分とか長いやつもあったりするんですけど、えーえー、なんか一応今まで見た中で一番長いのが中国のプロパガンダの CM 恐ろしい <laughs> プロパガンダの8分ぐらい8分ぐらいのだから CM じゃなくてなんかミニ動画みたいな,なもうなんか PV みたいなのね <laughs> <laughs> CM なのでそういうなんか長い今回は多分やらないと思うけど、えー、そういうなんか海外との違いでいうとその商品推しじゃなくてこの面白いものを提供した我が社は面白い 会社ですって何かを伝えようとしてなくてもそのお国柄っていうかねなんかその国が抱えている背景だったりとかそういうのも文化の状況だったりとかそういうのも透けて見えてきたりもするじゃないですかそういうのも面白いですよねならではだよなあみたいなこ、ねえっとなんか言葉が分からなくて無分類の解説と字幕もついてるので楽しめるっていうのもあるんだけどやっぱりね映像のインパクトが強いから見てて分かるんですよあって。でオチがあったり なんか短い中にもそこら辺はね CM の短いに凝縮されたものの映像だなという究極の短編っていうところもありますああなるほどねそういう見方をできるということですねでほらおうちのテレビがねどんなに大きくてもねスクリーンにはかなわないじゃないですかどんなお金持ちもねそれでいうとあの大きさで見れるっていうところがなるほどあ CM 上手ですね 褒められる褒められる。波ちゃうまい子という。さすがです。ということで、そんな皆さんからリスナープレゼントを頂戴しております。こちら6月7日水曜日パレット市民劇場で行われる世界の CM フェスティバルジャパンツアーの夜の部のチケットをペアご組み様にご招待いたします。いいですね。はい。夜の部っていうのがいいですね。夜の部っていう見てほしいです。会社が終わってから間に合いますよ。ね、全然間に合いますよ皆さん。ぜひ5月29日月曜日まで募集。 集しておりますので、あ違いますね。明日まで、明日まで、二十九日に発表、しますので。いい 皆さんぜひ FM 講座に取りに来られる方ぜひメール送ってくださいそしてですねリスナーさんから来ておりますテント頑張ろうかいさんのど飴効果で説明も滑らかそうです噛み砕きましたから噛み砕いて説明してますはい。さらにルドルフさんという方がお姉さま方 CM で出られるんですかどんな CM ですか出ない出ない出ない今が CM ですねそうですね C. M. を C. M. しに来てます。はい、そう。あのう、とりさんは C. M. を制作をして。いあ、私、あの出られるんだったら、全然出たいので、お声かけください。<laughs> はい、私も出たいんで、ぜひよろしくお願いします。営業してきます。はいはい、はい。それではですね。はい、最後に、F. M. コ座を聞いている皆さんに一言お願いします。あ。 なんかあの小沢に来ると小沢に来たなって思って楽しみななんかすみませんあのそう今ね姉さんがこの人何言ってるのみたいな顔しました。なんか小沢小沢に来た小沢が面白いなって思うで今からあの小沢うろうろしてご飯も食べて帰ろうと思ってます。私たち小沢で銀天街とかあちこちここあっちこっちでやっぱりあの F.M. 小沢ってあの 何に住んでるからあんまりこう来る機会なかったんだけどすごいやっぱり小座ってなんかこういうところだなってこの街を見ながら思いました固有いでしょ固有いよ朝から数十分なのにねなんかこう空気感が違うよなっていうことを言いそうなんです小座はすごいやっぱり嬉しい発車幅やさ大丈夫ね3型も幅です幅を取って幅を取って

ねぜひぜひ。声出して大事なことは声出さずに。声出さずに。どうするんだお前。そうだね。沖縄市でやろう。ぜひぜひ。ぜひやりましょう。企画してみてください。人たちと一緒に。はい。といそういうことなので。ぜひですね、皆さん。遊びに行ってみてください。一緒にパチパチしましょう。はい。 とというこで以上ゲストさんいらっしゃいのコーナーでした。ありがとうございました。それでは CM。テントさん、トークの圧力がすごい。マジかよ。で、青野くんのダさん、俺も出たいって。あ、そう、CM に。に何で出されるかな。じゃあ、プロフィール送って。プロフィール送って。いつもテントさんからそのね、意を探してる。権限は握ってないけど。 限はただ臓器のように働いている臓器のようにさあみんな私のもとにコイン使って死んぜようみたいな黙って働いてるのねルドルフさんゲストさんまた来てくださいマジでありがとうどうなたか存じませんがどなたか存じませんがおね面白いなんか。

よろしくお願いします。ご方でざいますありがとうございます。いよいよ。僕子供の国出てるときに、子供の国から始まるじゃないですか。子供の国から始まりますね。あのね、うん。ごやご方の時の今考えてきた。今そこで考えました。ぜひ発表していただきたいと思います。いいですかいいですかどうぞどうぞ。はい、さいやさいう、リカスバカイ。ごやごや方やこれ。よくわかんない。 自分が楽しそうだからいいんじゃないですかね落とすな、盛り上げだこんな間柄ですので出会ってもう2年経ちますからね、まさかこんな方がお近くにそして早速メール来てます、リッシュさん、あれ、嵐の二宮君ですか ええでございまうか動揺してます。動揺してます。返しで。いはい。リッサありがとうございます。小屋植え方。はい。何の植え方ですかいやまずそこからですよね。そこですよ。多分初めて聞く人は、何者だと。そう。なれやねんってなりますからね。ぜひ皆さん、火曜日、今週の火曜日のですね、琉球新報をご覧ください。

さあ、じゃあ、本当に自己紹介お願いします。いやいや、あのね、紹介してくれたらいいのに、本当よ。あの、表の顔は、表の顔は動物園の人。動物園の人は、子供の国。そして、プライベートでは、一週間に何回食べますか沖縄そば。新聞にも載ってましたけどね。 5回ぐらいは行くでしょうね。5回から7回でしょうね。はい。そう。は行くという、この沖縄そばつ。そば上宮日本一のそば上宮まあ、どうでしょう。いやいや、そう言っときましょう。どうでしょう。ひろうなよ。また、引っ張り合いする醤油争いする醤油争いするする。噛むくせに。うおい。うおい。うおい。いやいやいや。 いいいいミリーの噛む話はここいらんねそうですもうそばの食べ歩きをやったりねそれだけじゃないですよあのスープの塩分濃度とか濃度とかねあとそばの細さとかも測るということ麺のうわさを意味したんですけれどもそれは本当ですかいやもちろん全て本当ですよえっ何測るんですか機械持ってるんですよでこれあの皆さん誤解しないでくださいよ 本当に機会、あの誤解しないでください。あのこれ僕の、本当個人的なデータですから。それ公表することありませんので、お店にとっては全く被害はありませんので。あのね。ええ、出禁とか絶対やめてください。あの青田軍団さん、あれ、この方は小座の裏側のその人。まあ、そうです。はい。そう、小座の裏側ではね、純レギュラーと言っていいんじゃないでしょうか。来週か再来週また出ますよ。出たよ。出すぎやって。いや、いや、いや。 であのね <laughs> いやしだ俺が紹介しないで誰がこの沖縄そばの <laughs> 沖縄市のそば屋さん紹介するんですかということですねそば<う>に好きになったのはいつからですかという質問が来てますけれどもこれも生まれた時からですね <laughs> うん本当にちっちゃい時から好きでしたよなるほどもう気づいた時に「しー」とかやめようや <laughs> みんな助け合っていこう僕も頑張るからいきなりな初回からこんなあれですかもう気がついたらそば好きだったってことですかそうですそうですごやさんのお父さんとお母さんもそば好きなんでしょうか好きだったと思いますよそれなりにそれなりにそれなりにですね多分僕はもう本当に世界で一番おいしいと思ってます本当です そば大きなそばがはいどのそば具体的に魅力を感じてますかいやもうあのね具体的にとかなくて本当にただ単純に美味しい大好きえっとこれからだからそれだったらほら伝えに行くようちゃんと言ってください 国会俺、人尋問みたいな感じいやこれが好きが高じて食べ歩きを始めるわけですよ。車の免許取ったらもうそば食べに行こうってそれからいろんなところ食べ歩いてで何百件行ってるはずなのに何も記録が残ってねえなと。 ある時気づいてもう十何年かしてからですよで34年前にブログを始めたんですよ日記を書こうとそのブログの名前が素晴らしい日々と申しますそうですよ美人が今からってさ話しかけようと思ってギャラリーさんにねでこのブログが今ね すごい人気あるんですよ。ですよね。またちょっと自分でやるのも、あの申し訳ないんですけど。沖縄に帰ってきて、うん、沖縄そば食べたいなと思って検索したら。はいはい、なんと、知らないですよ。ぐやさんって。はいはい、ヒットしましたから、ね。<laughs> <laughs> 普通にめっちゃ詳しいブログ書いてる人おると思ってやばいのおると思ったらなんと一緒に仕事しているそうなんですよね素晴らしいさすがに素晴らしいが今ポロッと出てきましたね本当ですよそうなんですよこれポロッと出てくるんですよ僕と喋ってたただねやっぱさすが うちのリスナーさん耳が超えてまして。はい、え青野軍ナさん。はい、無駄なトークでほぼ終わり。<お>本題は、<laughs> 駆,け駆け足で説明。 してて終わるパターンだなっいやいや今日はですね第1回ですよ趣旨をちゃんと言ってください第4週目木曜日月1レギュラーとして皆さん登場しますのでこれからよろしくねっていうそうですなのでもうねごヤさんの基本的なことをねやっぱり教えていこうという今日はまあでもこれからね当にあにそばの魅力であったり豆知識であったり またお店紹介もお店紹介ももちろんそういう情報も皆さんにお伝えしたいと思いますよまずは沖縄市内からですかそうですねもちろん僕もねだから沖縄そば好きなのでだからねここどんなみたいな話もしたいですねここまああいいですねいいですねああもうそば食べたくなった今日僕ねあれですよそば屋の批判したらもう黙りますよ もうこれほど面白くなる話、この世にない。誰もほら、批判わしないじゃん。でもね、じゃあ、ゃ私の友達に東京の子で、沖縄そばおいしくないって言った子いました。ね、いるんですよ。うちのちでもいっぱいいるんですよ。うどんなのか何なのか、どんなね。いや、いるじゃないですか。うどんかラーメンかどっちかにしてよって言われました。いや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 。ね、それにない魅力があるからうまいっちゅう話ですそうあのね、そばおいしくないっていう人は、うちのうちにほとんどいませんよ。でおお。 ここのそばはだめっていう人聞いたことないですよ。あるあるあるよくありますねみ、ねうん、んなねやっぱ自分の好みがある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 そういうある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 あそうそう,そう,そう個性があるんですこのるあ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 なんてあいんですよこれ私の心るです、うん、だからそこの <laughs> それぞれの個性を楽しもうよと。ね。それですね。見つけようよ。発見しようよ。ほら。魅力発見よそういうの一番伝えたよね、僕。ほら。シーンって。はやーみたいな。待てよ。嘘でしょ。いいこと言ったのにね。こんななるいいこと言ったのにね。ひどいね。そこ、ね、あーって共感するとこじゃないそうですね。うん。テントを頑張ろう、海さん。ミキサー もっと興味持って。本当よ。ひで。えそばも動物も同じなんですね。ごやべ方。ということです。うん、かわい。い、好きっていうね。うん。そうですよ。あの新聞に書かれてたのわかります。はい。そばを愛し、そばに愛された男。これで締めくくられる。なんかさ、なんかかけてるよね。そばに愛し、そばに愛された男。いいね。 やだよいただきましたいいのあのさ亡くなった時にぎにさめっちゃそばまみれされたら嫌だけいやいやいやいいですよいやちゃんとね丼入れますよいろんな店の丼入れて僕が美味しいと思った店の入れますよちゃんとあオッケーオッケーいいねスープも入れますよあちこ行でお願いします本当に僕ね最近ね た本当にね一番最近行ったのが三郷そばなんですよああいいですねあの三郷そばの三郷そばはい三郷そばの三郷そばもうめっちゃうそめっちゃうまいいいですねうんフーチバーねフーチバーがあってもうそういうとこをねどんどん発見していきたいですね亀山製麺うんあれンまたまたえなんか定期的に神様と思います い野球にね。何ですか？亀山清麺。亀山清麺でしょう。沖縄市内にも清麺所が何個かあるって聞いたんですけど、まあそういうところも紹介していってほしいなと思いますね。五軒ありますよ。はい、五件もあるの？しない？今日は C ね。C ね。はい、OK OK。 そうですよ。うん、えっとですね、<laughs> うん、まあまあまあ、そんな感じで。はい。軍団さんはね、クソまずい蕎麦屋あったぜって来てますけど。<laughs> もう行かないかどこか忘れたけどって言ってますね。ただね、本当に僕が知ってる蕎麦屋で、その本当にちっちゃい蕎麦屋なんだけど、はい、めっちゃうまいとこもあるんで。あ,ありますこれもね、小出しにしていきましょう。うん、小出しにしていきましょう。ということで、皆さんの蕎麦愛、蕎麦好き愛をぜひね、このコーナーの時に、また、 し、あの、質問とかね、うん、小屋さんにあったら、うん、ぜひ、えー、素晴らしい日々のコーナーまで送ってください。お,いお待ちしております。ますじゃあ、小屋さん、フふやこさんのリスナーに一言最後にお願いします。はい、はい、じゃあ、今日の昼は、そばを食べましょう。<laughs> いいですよ、ね。OK! <laughs>、ね、また、えー、楽しい情報を伝えていきたいと思いますので、<laughs> よろしくお願いします。お願いします。以上、この時間は、素晴らしい日々のコーナーでございました。 さあそろそろエンディングそうですね九時五十分を回っております今日はシーナリンゴと宇多田ヒカルをかけてますが後半はねゲストさんやっぱりあれであまりかけれなかったんですが最後は愛妻家の朝食という東京スカパラダイスオーケストラ with シーナリンゴでお送りかっこいいながらお別れしますはい引き続きご屋さんにもいてもらっておりますはいはいいますよまだはいえーぜひねこの素晴らしい日々のコーナーはい 盛り上げていきましょう人気コーナー始まりましたねって早速ルドロさん言ってくれたりただですねあれなんですよリスナーの中にはまだ信用してないごやさんがいますね来てますよリスさんこういう人は横浜に連れていけばすぐに「俺は横浜家系ラーメンーとか言い出すんだよね。 <laughs> なるほどね札幌に行けばじゃないの、うん、札幌に行けばすぐに「俺はみそラーメン2とか言い出すんだよな <laughs> そんなことないですよねまあまあ,、まあ、まあまあないんですけど、まあ、その辺もね、うんえー、そういう誤解を解いていくように、ね、そうですよ、はいえー、また北の律さんから来てますよ小籔、はいうん、方そば、はい、談義さすがあ,<ー>あなたのそばにいたい愛の告白また沖縄のそばの愛、はい じゃあ今度一緒にそば食べに行きましょうこのさそばのそばが漢字になってるんですけどいいですかあそばはねあのそばではないですねはいらがなでそばまたはすばと書いてくださいあれですかやっぱプロポーズもそんなそばにかけたプロポーズをしたんですかそうですねあなたのそばにいたいって言ったんですかい俺のの結婚記念日日つだと思ってるんですそば 10月17日そばの日ですあいやちょっと引くな引くなとかやめてちょい引きだなちょい引きまさかの。そうなんですそんな素敵なファミリーがね琉球新報に家族全員で乗るって新聞にねなかなかないデイジーの車のナンバーまで乗ってたよ嘘。大丈夫なのだからよ もういいよよもうそばの日ですそば屋の前にあのらなええ長女の誕生日が10月16日で沖縄そばの日<え> <laughs> イブ。<laughs> なんですかねこ,れこの。から、このイブも、あの、広めていきます。そばイブそばイブ。この、誰とそばを食べますか無理やり感。最後に。<laughs> <laughs> すごいすごい抜け目がないですね小屋さん最高ですえただですねやっぱりまだリスナーさんはついてこれてないみたいでスタジオとリスナーがちょい引きということちょい引きですねさあ今日のマイオーシスもこれまでですよ今日もたくさんのメールリクエストありがとうございました小屋さんもありがとうございましたはい お相手は、フェムコザミミリと、山内でした。明日は、ウィ美ョさんが登場いたします。マヨアシス、楽しんでくださいね。それでは皆さん、今日も良い一日をさよなら